はい、じゃあ、そろそろ時間となりましたので、説明させていただこうと思います。カズノミさんのそろそろプログラマーの FPGA を変わってみよう。よろしくお願いします。はい、今から30分の時間でいきまして、プログラマーも FPGA を変わってみようですね。今日のスライドはですね、いただけになりまして、今、カズノブックマーク、総合データを見ますと、ちょうどいい感じにバズってるんで、すぐにつけられると思います。130ぐらいバズってました。私はですね、クラウドをクラウドのデベロッパーと組んでしてるんですが、今回の内容は特に仕事とは全く関係ないですね。普段はそのユーザーグループだとか、最近はやっぱり機械学習ですね、テンスロプロユーザーグループなんかとお世話を支援をしているんですが、完全に趣味で、3年くらい前から開催されていて、勉強会をですね、大体勉強会だと7割くらいハードテンションがあったんですけどね、3割くらいだったんですよ、という勉強会を、大体何回もやってきました。これ、スライド今回ですね、60ページくらいあって、デモも最後に5分くらいあるので、すごい巻きできます、すいません。なんで、もうちょっと詳しく聞きたいという方は、ぜひ、聞いたと全部リンク貼ってあると思います。で、これまずはいくつかですね、FPGA の記事が入ってきては、最近何か FPGA のキーワードよく聞かれると思いますけども、まずやっぱこの絶妙のタイミングでですね、AWS さんと一人くらい使えるインベントで発表されました FPGA インスタンスで行くし、これ何に使うのかですね、疑問に持っている方もいると思うので、今日ちょっとそれが疑問の解消していけばいいかなと思います。ね、クラウドで動けばすぐ自分で買わなくてもそれだけじゃなくて、1年前ですね、インテルが FPGA をですね、大人買い、1兆円で大人買いしてます。FPGA いいやつとか悪いやつとかって、一番安いやつと本当に5000円とかで買えるんですけど、高いやつだと100万くらいですもん。インテルはなんか一番高いと、あれだって言おうとなっちゃったんで、1兆円で買って、今、G4 チップと FPGA 両方のチップを使って、ラインに出てくるという感じですね。で、インテルが言うには、2020年頃にはもう3分の1全部 FPGA 使ってるから、ね、なっていきます。ニューラルネットワーク、ファンデコラとか、マッシュで、FPGA なしにならなくて。で、マイクロソフトも FPGA にかけてて、マイクロソフトのページに行きますと、新しいサーバー全部 FPGA に搭載してますよ。何ですかと。この話はまだしないと思います。IBM も実はクラウドサービスで FPGA に搭載してます。いつの間にかこう FPGA、日本が浸透するサービス。じゃあ、FPGA ってやつ、この中身とかこの後ですけど、FPGA 使うときって何が嬉しいか。Bing の検索ですね。Google 検索ってやつなんですけども、あれですね、実はプロダクションで FPGA のアクセラレーションをガンガンしていて、単純に出力が2倍になっているんですね。同じサーバーの体制することになっているから、サーバーの体制を半分にしていいんですよ。相当な高速さ。で、実際、このままで詳しくなんですけども、ウェブページをクローリングしたものを使って、他の特徴に抽出する、例えばキーワードに抽出するというところとか、我々のモデルを使った制御なんかに FPGA 使っています。翻訳サービス。サービスを14秒パスに出てくることになりました。 JP モルガンの時代は結構古いんですけども、これ3、4年ぐらいなんですかね。もともと CPU を使って8時間かけて会社全体にあるデリバティブの再建ですね。これはサブプライム問題とかの問題になりましても、一体今どれくらい損失なのかというのは、すごい複雑な式があるんですけども、それを全部 FPGA 技術の機械から8時間かかせることが4分になっています。 IBM のレキザというのは最近例えばレッドシフトだとかビッグクエリーとかね、クラウドのデータウェアハウスもそうですが、あれが出てくる前までは、結構そのお金のあるホテルさんは、IBM さんのエキサとか、オラクタのエキサとか、非常に1台5000万、1億円くらいするですね、アプライアンスで冷蔵庫みたいなやつをどんどんどん買うと、非常に早く検索できたんですね。で、なんで早かったか、エキサの場合って、FPGA が内容コントローラーに入っていて、そこで SQL を処理しちゃう、ね。CPU でやらない。SQL のファイル部分とか、セレクトでパラモをですね、選択してくれなくても、全部、IO コントローラーの勝手にやっちゃう。CPU というのは全然データができない。HFT というのはですね、これ、ハイスピード取引、高頻度取引、株価の取引、とか買ったらですね、今はマイクロ単位で、やられています。これもソフトじゃ間に合わない状況になってしまって、一番極端なね、これ実際に実現されていることとか怪しいんですけど、25ナノセカンドで、株主引き。でもありましたね。
株価のパケットが飛んでくると、それがですね、全部こう届き終わる前にもう売りますみたいなパケットを出して、で一番最後に実際上限が合わなかったら、やっぱ今なしみたいなキャンセルしてるみたいな、結果、レーが無正感というのがあります。まあ、ちょっと金融系は取ったんですね。もっと身近な例で言うと、ニューラルネットワークが今、一般的には CPU だとか GPU 使って、学習するようなものですが、例えばこれも FPGA で実装して、ここだけ中原先生に実際作っていただいた事例だと、その CNN とその畳み込みになるネットワークをラズパイで ARM でやる場合と FPGA でやる場合だと、パフォーマンスがまずレイテンシーが100分の1ぐらいになってますね、80分の1ぐらいになっていて、消費電力も1桁ぐらい低いから、電力性能比で比べると多分2桁3桁ぐらいの差があるんじゃないですか。なんで結構 IoT とか組み込み系で、電力全体でドローンとか飛ばしてドローンの上でアームとか厳しいかもしれない、そういうことがドローンになるんですけども、電力がなかなか少ないところで、CNN ですね、ニューラルネットワークを使うところから FPGA にします。なぜ FPGA が注目されてたのか、一つですね、大きな前提として、ムーアの法則対策が終わりつつある、終わったということなんですね。CPU のフラッグというのは、大体例えば新しい MacBook って、しばらくの2ギガ、3ギガでパッと出てます。4ギガ、5ギガ、10ギガにならないですよね。もう人類にとって10ギガのことはないんですね、CPU は。3ギガ、4ギガぐらいが上限だし、で、本数がどんどん増えていっても、それ丸数のところからそんなに使わない。ということは、マイクロソフトからも明らかにしてですね、これはもうアプリケーションの特定の領域でハードウェアをですね、アクセラレーターをどんどん作っていくしかないんじゃないか。で、もう一つ の問題として、CPU っていわゆるノミニマイクロアーキテクチャについて、つまり命令とデータを自分から持ってきて、CPU で演算して返すという。そうすると、ノイマンボトルネックというのが、このバスだと、メモリところで起きるんです。全部この固定の CPU とか全部データを1回読んできて、ディスクで読んできたデータをメモリに入れて、キャッシュに入れて、実際に入れて初めて演算して、でまた戻すということをやっているので、そうすると同じ大きさの CPU の CPU の CPU のように、キャッシュがもう半分ぐらいになっちゃうんですね。早く演算する。そうしないと、周波数上げられない。キャッシュバックへ場所取られて、肝心の演算する、演算機って実はシリコンの上であまり空気が多くない。ほんのちょっとしか、また使えないし、OS が求めなくなるので、タスクスイッチとか、設置するやつより何千クロブとか、何マイクロブとか感じるんですね。で、ちょっと、これちょっと、これ何ですね。
自由に回路設定できて、距離データも低いだけですし、あといつでもバグ修正も簡単に分解できちゃって、あんまり検証でそこまでお金かけなくてもいいという状態。ただ、なかなかそのソフトウェアエンジニアといえば、ちょっとつきにくいし、あとですね、基本、仕組み的に後で説明しますけれども、あんまりこのことを早くしたいと、集積度を上げることができないので、GPU だとか、電子とか、パフォーマンスにはちょっと遠ざかっているというようなエリートです。じゃあ、これらの選択肢の中でどんな使い方をするのか、まあ、ビットコインの例を見るとちょっと分かりやすいんですけども、ビットコイン最初は、ビットコインって結局、発信地の総当たりでね、当たったやつをどんどん見つけていくっていうやつで、結構、計算としては単純なんですけども、CPU で最初は試されてましたが、GPU でも全然速いので、でその後ですね、FPGA で専用のその総当たりの回路というのは全然速いってなってしまって、で最後は、もう1億円、200円かけて ASIC を起こす人たちが現れて、ビットコインお金そのものが。全部 ASIC にして、今多分 ASIC 状態になるんですね。こんな感じで、本当に儲かって、しかも使用がかなり固定で、シリコンにやっちゃっても OK というものは最終的に ASIC になることが多いんですけども、そうじゃなくて、例えば皆さんの今、お手元の問題、例えば、私の場合もなと思ってもいいですけど、フルエントリー、ちょっとハードディストしてみたいなと思って、そういう思いつきでやるとなると、FPGA の方が手軽に、自分でね、フルエントリー用の ASIC を起こさない。じゃあその FPGA って何ですね。簡単に言うと大人の電子ブロックって言ってますけれども、デジタル回路を自由に自分で我々で書き換えできちゃうものですね。で安いやつだと、まあ、ちょっと5000円1万円で買えて、結構 それに比例してブロックの数が増えます。1万円で買える FPGA とか1万個とか数万個使いますが、100万円ぐらいで FPGA 買うと100万単位ですね、ブロックが見ちゃうということです。で中身っていうのは、まあ、デジタル回路なんですけど、こういうデジタル回路のアームだとか、ちゃんと持ってあるのは、何度でもね、そういう動きをですね、全部 SRAM で持ってるんですね。あとはその、どういう配線するか、配線情報も全部 SRAM で持たせてるので、ソフト的にも簡単に書き換える。SRAM スピードで、簡単に電気回路の変更が可能です。でどうやってコードを書くか、HDA、ハードウェアディスクリプションランゲージで書くんですね。で、メリログ HDL ってやつと HDL の2つが、大体主流なんですが、まあ、例えばこんな単純なコード、A と B のアンドを取って、C のタントを取って、コアを取って、コードを書くと、こういうデジタル回路が生成されます。で、どっちかというとこれ、普通の手積み型言語では全然なくて、データフロー、近いのは Excel の式に近いから、またはデータフローをですね、言語って何かを使うのか、なんかそこら辺の言語でちょっと監視をしたんですが、またはマクロジェスとか、テンサーフローとかで結構。電気信号を入れるとこんなふうに流れて最終的に答えていく。ただそれが光の速さで動くのが重要です。CPU で書いたソフトウェアのコードって CPU のブロックがぐるぐるこう回ってきて、このある時1回しか実行されないので、上から順番にいくらあると。そうじゃないと、この時に書いた HDL のコードって、そういう血栓が、配線がされるので、例えば足し算する機械、引き算する機械をすると、常に常時足し算し続けるんです。データフローすると。なので、それよりも動き方的にはエクセルの式に近いんです。それで計算していきます。今、HDA が書けるとですね、持てるらしくて、この表で見ると一番てっぺんに給料なんですよ。一番スカラの上にですね、ロゴが来て、スカラプログラマーよりも出るという、ロゴ情報があるんですけど、こんな人が流れしかないって感じだ。で、流れとしてはその HDA を書くと、大体このザイリンクス、アルタリさんが出している、ベンダーのツールガイドの全てを入力する。でそして最終的にそのビットストリームというバイナリーの時点で、それを読み込ませると先ほどのスラムが書き換えられて帰るという流れになります。で、FPGA が得意なことですね。まずこれですね、やっぱり私が FPGA さんとすごく感動するというか面白いのは、特定の用途、例えば私フルエントリーを早くしたいと思ったら、フルエントリー専用の大規模な並列計算機、過去とスパコンみたいなものを自分で作れちゃうというんです。例えば、1000個のデータ。でそれに対して直径の演算をしたい。普通だったらループを書きます。でも、もう電子ブロック、大人の電子ブロックなんで、ループなんかいらないですね。1000個のデータあったら1000個演算機作っちゃうんですね。これよくあるのが時間軸を空間軸に変換するんですけども、これまで、まあ、本当にノイマン型コンピューターとか普通の OS でプログラミングしてると、時間軸でしか発送しないんです。ループを回して、OS にスレッド切り返してもらって、毎スレッドで返したいんですが、そうじゃないです。もう最初から並列で演算機並べられるアプリケーションのコードロジックに特化した演算機を作れるので、1000個のデータを計算するというのを数ブロックでバシッと計算しました。で、例えば、リングは、
こんなふうにされています。ウェブコンテンツを読んできたら、その特徴を注意するキーワードの数えたパスワードで、これソフトを実装したところは600マイクロビオットなんですが、それをですね、スケープマシンで状態変遷を管理する観察プロセッサーを54個前列に並べて、でその54個に全部同じコンテンツをずらーっと、ただ一個一個のスケープマシンは違う特徴量を抽出するというような仕組み、いや本当に並列演算機、並列計算機ですね、作ったところを4マイクロビオ150倍の高速化が実現しました。これは東大のサム先生の事例ですけれども、FPGA 特にストリーム処理だとかパイプライン処理ですね、津波のシミュレーションみたいにたくさん積積マインダーを繰り返されているというのは、パイプラインを運ばれて3000段のパイプラインを組んで、普通の CPU だとパイプラインありますけども、そんな何千段もいけないですよね。汎用品なんで、10段とか20段とかのパイプラインが進むという限界です。でも、ここで言うと、これの、このアプリケーション、このコードを速くするためのコンピューターを作れるんだと思ったら、3000段でも1万段でも作れちゃうんですね。お金かえるお金かえるんですね。ということで、ちゃんと言うと GPU に勝るような性能を出せる。あと、非ノイマン型っていうのは、普通のソフトウェアエンジニアの方にとって全然未知の世界ですね。ハードウェアアルゴリズムっていう、ハードウェアでしか実現できないアルゴリズムがあって、例えば、ソート、クイックソートは最速じゃないんですね。クイックソートは、一般的に一番速い変換で使っているんですけども、あれは N-Log-N くらいのオーダーで、ソートで言いますよね。あれって、比較機が1個のことを想定している。比較機が1個だったら、N-Log-N でクイックソートが一番速い。でも、比較機いくらでも、100個でちょっと作れるんだったら、こんなふうに涙くじみたいなですね、ソートネットワークを組んでしまうんですね。ザーッとなる。で、これでやると、ログインで、ソートできちゃうんですね。で、とか、あとはソートであるとか、ジョインストリーム処理。それ専用のですね、さまざまな専用の並列演算機で作れてしまうシステムに加えたデータのロープスソフトを自作することができる。で、これがまあ FPGA の用途なんですが、向かないと思ったんですが、例えば、大きなデータがあって、それにランダムアクセスして書かなきゃいけない場合、つまり DRAM アクセスすると、これ CPU が入ってくる。CPU に消しがね、素晴らしい消しがあって、これ CPU の場合があるんですよ。逆に内部の SRAM がですね、なんですかね、1ギガもないですけど、数十メガバイトか数百メガバイトぐらいの SRAM があって、これは恐ろしくないんです。まあ、ブロックでいうと、1、2ブロックでアクセスするし、内部でいうと数キャラバイトパスカルぐらいなんですね。非常に速いメモリがありますので、そこに収まる感じだったら、ものすごく速いんですね。浮かない用途、並列化はそもそも難しい。縮図処理とかしか新規のところで。あと、やはりここは大きいと思うんですけども、ソフトや GPU で頑張った方が結果、ボタンの開発コストは安いよねっていうパターンが多くて、なかなかこれで FPGA 開発、やっぱりやらないっていう話が多いですね。FPGA 開発者、エンジニアをまず、後押しする、さっき言ったように、いろんなエンジニアが来る関与というケースもありますよね。あと、もう一つ問題は、結局 ASIC が出てくると、ASIC が最終的にはパフォーマンスのコストで安くなって、仕様が年単位で固定だったりビットコインになるんですね。で決まった積乱雲はばかしに返しやっておりますが、これ ASIC に乗っ取られる可能性があるので、そこまで FPGA で流すことはあまり意味がない。逆に言うと、今度プルベントをやりたいとか、ニューラルネットワークの新しいアルゴリズム、最近ニューラルネットワークのアルゴリズムで、駆動小積演算も32ビット上、64ビット使っていると使わなくて、8ビットでいいやとか、いや5ビットでいいやとか、バイナリーでもいいやとか、なんとね、量子化というのが流行ってくる。で、どんどん新しいニューラルネットワークのペーパー出てくると、これ ASIC を起こせないんですよね。ちょっとリスクが多い。というような用途には、FPGA が光ると思います。ちょっと実際使って、私が使ってみたというのは、3年くらい前に、入門のボードを買いました。こちらもですね。で、まずはベルのことに勉強しまして、50MHz のボードが多くなってます。それを5万回くらい、カウントするカウンターってやつなんです。ちょっとわかりにくいんですけど、なんかスケートマシンを作るんですね。で、カウンターパスの32ビット SD を作って、1ずつ足して、で10万超えたら0個です。マーケット始めると。で、ボタンが押されてて、かつ5番、カウンター例えば5番を切ってたら、スピーカーに手を当てるなんていうのをやると、まずシミュレーターで、まずシミュレーションします。また、いい感じにカウンターをしてほしいですね。で、ビルドします。で、やってみます。ちょっと、実際のビデオが。ただ、音が鳴る。これだけですよね。で次に何があったかというと、もうちょっと頑張ってください。右のキーボードがいいですので、右の信号、キーボードの信号を拾ってレコードして、和音、制限波を使って和音を流す。
これ単純なね、キーボードで、さらにやったのがですね、ブルーライトをつなげてみた。意味が分かんないキーのキーボードからですね、どこを押したかっていう情報が拾えたので、そのままフルエンチを流してみよう。ここは音はないですね。今これ特にキーボードを使ったのと、そのマックにあるですね、フルエンチのに出たかなって、リアルタイムこう録画残ってた。誰も使わないだろう。で、ここで強調したいのは、これ一切 CPU のソフトも使ってないんですね。OS も CPU のソフトもなしで、これができちゃう。フルエンチも扱えちゃう。中でやってるのはメッセージパックのです、ね、エンコーディングを FPGA で組み合って、あと、キャバレットですね、TCPIP をハードで実装したチップもありまして、これも CPU 使ってないです。ソフト一切なしで TCP に実施できるのがあるので、それと組み合わせると、もう TCP の上の世界をハードで直接扱えちゃう。で、メッセージパック、簡単にわずかにエンコーディング。あとやったのが、頑張って、32ビットの CPU のハードを組み合わせた。C 言語でフィボナッチで簡単な関数書いて、それを GCC で数倍に変更して、それを自作の CPU に入れてちゃんとフィボナッチを消すね。なんていう感じで、本当は我々計算機を自分で作れるという醍醐味が始まります。楽しい。ですが、ただ HDL ですね、これ仕事に使うの大変だなってね、低レベルすぎるんですね。ここに中原先生の画像を持ちましたが、Python で HDL で書けることが、HDL で66秒になったら、すごい低レベルすぎる、本当にゲートレベルで、and or レベルですね。あとは、仕事で使うの検証がすごい大変ですね。あと、結局、全部のですね、機能を FG にするのが無理なんで、ある程度はソフト、ある程度はハードっていう連携しなきゃいけないんですが、それをですね、実装するのが大変。そこで今、熱い技術が高位合成をですね、ハイレベル進出システム、HLS と呼ばれています。これはソフトウェア言語で、こういうハードを作りたいという場合を実施すると、HDL を勝手に書いてくる、ありがたいと思います。で、これまで実は、このであって、ECさんは最後のワークペーションが有名なんですが、これなんか年間数千万するサクサクフィクションモデルで、それが、いや、勝手にね、アルゼンダーさんが、いらっしゃいます。ただ、我々はちょっと関係ないです。それがですね、最近のザーリックさんですとか、アイデアさんが非常に安い額、例えば無償でですね、こういう合成ツールを出していて、C だとか C プラプラで、コードを書くとハードウェアが落ちるというのが出始めますし、非常にありがたいことに、オープンソースの HLS のツールが出始めます。Java、Scala、または Python の中で、ハードウェアが出始めると、それがハードウェアの管理が落ちるというものが出始めます。例えば、シンセサイザーっていう、ニューシタンが作ってるやつなんですけど、その中で Java で、LED を地下化させるというのをコードを書くんですね。LED に下げた点数を無理やり宣言して、で、ループを書いて、適当なループを入れて、ループコースをポチポチと入れると、こんな感じで、その HDL ですね、これは VHDL を使うと変換されて、実際、取り込ませると地下化するというわけですね。ですから、我々が自分でここら辺、HDL を書く必要はなくないです。で、もう一つの課題、CPU と FG の連携、これも楽に配置されまして、いわゆるシステムオブチップ、SOC ってやつが使って始めます。これはですね、一つのチップの中にデュアルコアのアームと、黄色い FG が混載されてて、両者がその L2 キャッシュで使われていて、簡単にやり取りできる。自分でなんかバスケットとプロドームのものにやらなくてもいいような、書き方で使われています。で、実際最後にですね、この SOC の上で高位構成したコードを動かすというデモンストレーションを実機もしましたので、で今回ですね、実は私は出てないわけではなくて、男田の中川先生がちょうど学校よりディープラーニングをですね、FGL を動かしたというデモンストレーションをおっしゃったんですが、お会いしました。テンソルプロでですね、ディープラーニングのネットワークを書いて、今回学習じゃなく推論のところなんですね、認識するところなんです。で、そのテンソルプロのモデルがですね、そのまんま、C に変換されて、でそれが OpenCL っていうアルテラが出しているインテルなんですけど、高度接続で HDL に変換する。なんていう形で、結局我々としてやるべきことは、テンソルフローでかっこいいデータネットワークを定義するだけで、あとはこれもそれの方で、ハードウェアを変換してくれるというツールですね。これが中原先生が作っております。で、今ここにあるんですけども、この PIN っていうですね、ピンク色の PYUNK をザイリックさんがつい最近出し始めた、2万円以上で買えるコードです。これ、ポチッとすると効果ぐらいになります。これのかっこいいところはですね、ソフトウェアエンジニアのターゲットにしてくれるという。
これまでザリックさんとかアルテラティングセンターはハードウェアエンジニアばっかし見てて、なんか Windows のかっこ悪いツールばっかし出したんですけども最近ですね。あとなんかティクルとかで未だに使っちゃいそうですよね、ビルドのツールに。なんだけど最近もソフトウェアエンジニア的にいけてる感じの環境を出してます。 Python で見て触れるようになってます。で、電源を保護するとまず ARM が入ってるんです。その上で Linux が起動するんですね。でいきなり Jupyter が起動してて、IP アドレスがなくと Jupyter でのサンプルコード簡単にちょっとやってみます。こんな感じのですね、Jupyterで、なんでこれポチポチやって結構です。このボードにここら辺の LED がピカピカするんですが、一緒こんな感じで、Python でこんな感じで普通に LED が光りました。光ってたりとか、ここピコピコしてますか。すごく簡単なことですよね。なので、これは本当にラズパイ感覚で使えますよというような環境が出していると、これは Jupyter の変更に関しても素晴らしい。で、ここでですね、先生からいただいたコンセプトを動かすと X3 についてコンパイルするやつとか Google のやつがありますので、これはここに読ませたんですけど、これもですね、最初から Linux で1000ビットサーバーが動いてるので、 Mac の直接コーダーでドラッグアンドドロップするで、ノートブックもついて書いてで、これをポチポチとちょっと実際にですね。この次はよしですね、スクリーンしてでしょう。ここからここできたのかな。まずこれMDISC、ここで使ったのは MDISC というか、ニューラルネットワークで使われている、手書き数字を、画像ですね、これを数字を読み取るという値なんですけども、最初はこれ、テスト用で100用で、例えばこんな数字をニューラルネットワークで見せたり、で、ここでやっているのは、Python のコードを使って、その中原先生が使った TensorFlow コードから生成した FPGA のハードウェアですね、とスクリーンですね、あるいは GPU のここに。それを読み込みました。それで、まずテスト用のデータから。テスト始まってます。で、実際、100件ぐらいの数を読ませて、認識するという感じで、ポイントを少し減らす。95% の精度で認識できました。実際、そのときに、インタラクティブなお菓子が。で、ジュピターのこの機能を使って、例えばこんな感じで、いろんなテスト用の画像を読ませて、この、ここ、これパラパラと書いてあるんですけど、この画像を読ませると、FPGA 上のキラメントはここだと認識してます。どんどん勉強したって、これは何回か発生しますけど、この画像を読ませると、FPGA はこれ3で認識してます。という感じで、これは CPU とか GPU だったりするネットワークの FPGA だけど、Jupyter 関係も簡単に置いておかれてるし、自分でね、FPGA のその設計っていうのも面白いんですが、こんな感じで、ハードウェアと機能的にハードウェアの機械を作ってます。で、我々はもう Python でそういう感じになります。というようなやり取りも、今すごくやりやすいよという話です。こういう感じでした。面白いですね。ずっと私も手続き型の言語ばかりしましたので、HDL を書き始めると全然もう、脳みそが全然違う使い方してますよ。面白い。CPU に縛られない、例えばハードウェア、アルゴリズムだとか、非の言い方だとか、面白いコンピューティング。コンピューティングの世界ってまだまだ知らないことがあるんだなとか、あるしまです。FPGA は本当に1万ぐらいから買えるので、ハードウェアなのに、その何億円もかからず、手軽に始める、私も趣味でできちゃう。方位合成とか、SOC だとか、クラウドみたいな。遊びやすい環境を整えてきましたので、いきなり仕事というのは難しいんですけど、でも、ね、今それこそ AWS ですとか、Microsoft とか、ガンガンビジネスに変えるもしかしたら、5年後には、ここにいる仲間とか、ビジネスに出してくるかもしれません。という日に向けて、皆さんも、
準備で遊び始めていただければいいんじゃないかなと思います。そんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。